はい、それではここからはですね、過去5の高次変動関数に進みたいと思います。で、ここではですね、z イコール fxy っていうこの R2 から Rへの関数なんですけれども、まずこの変動関数ですね、fx が存在すると仮定します。で、話はそんなに難しくなくって、この fx が x に対して偏微分可能でしたら、その fx のさらに x による偏微分ができますよねって、それだけの話です。で、それを一応記号で書くとですね、この fxx を書くとか、あるいはラウンド2乗 f のラウンド x と書くとか、こういういろんな書き方があるというわけですね。それだけの話です。で、あと偏微分ですから、この fx が x に関する偏微分の他に、もし y に関して偏微分できれば、fx をさらに y に関しては偏微分、変動関数も定義できますよねっていう、それだけの話です。で、それも書き方としては fxy って書いたり、ラウンド2乗 f のラウンド y、ラウンド x っていうふうに書いたり、こういういろいろな書き方があるので、お見知りおきくださいねって、そういう話ですね。はい。で、一応、これはですね、この前のと、後のスライド、ほとんど同じように見えますが、実は、後の方のスライドは、これ、fy ですね。y に関する変動関数、fy が存在すると仮定したときの、さらに y に関する変動関数、それからさらに x に関する変動関数がそれぞれ定義できると。そういう話をしているわけです。で、こういった形で、2回変動関数、偏微分を取ったものを、その F の2次変動関数と呼んだり、あるいは2回変動関数と呼んだりします。で、2次の変動関数が求まれば3次、4次でできるだろうというのは、もちろん偏微分可能であれば当然できるわけで、その偏微分可能な時に、もっと2次よりもたくさん偏微分を取ったものを、高次変動関数、もしくは高回の変動関数というふうに言いますけれども、それも同様に定義できます。で、あとはですね、一応、ちょっとより自明でない性質としては、fxy がもし Rg ですね、R 回偏微分取れるとして、例えば x についても y についても R 回偏微分できるとして、この Rg の変動関数っていうのは全部で2の R 乗根存在するということは、ちょっと皆さんで考えておいてください。多分そんなに難しくはないと思います。もし分からなかったら、後で個別に質問に答えますので、その時は聞いてください。それからと、この fxy をですね、x と y の順番に偏微分した時の、変数の、書き方についてちょっと注意しておきます。これがですね、yx の順に書く場合と、xy の順に書く場合と、2通りありますので、気をつけてください。こちらのですね、ラウンド f、ラウンド x のように書くときには、yx の順に書きます。なぜかというと、これはまず fx で偏微分取ってますから、ラウンド f、ラウンド x で fy って書いたものをですね、これをさらに y で偏微分するということですから、これを並べて書けば、先に x で偏微分して、それから y で偏微分したというふうな意味としては通じるというわけですね。で、注意したいのは、この f の下に xy ってこう書く場合で、これのことを、F の下に添え字をつければ XY というふうに順番を逆にして書きますので、そこだけ気をつけてください。ですので、皆さんが友達に書いて教えるときにですね、XY って書くのか YX って書くのかっていうのが、多分特にこの記号だと、こちらの記号、上の記号とは逆になってきますので、そこに注意が必要です。はい。それからと、とりあえず例の4.3でですね、ここからは高次変動関数に関するちょっと性質を一つ、今日やっておしまいにしますけれども、今はですね、例の4.3ではこういう関数を定義しています。fxy として、xy が原点以外ではこういう関数、x 原点では0という関数ですね。実はこの関数は、xy が原点でない、原点以外の点でですね、偏微分可能でして、これは後でちょっと皆さんにやってもらえればいいと思うんですけども、こういう形で変動関数が表されます。それからと、今度は原点に関する性質なんですけれども、まず fx0
ですね、y に0を代入した関数、それから x に0を代入した関数は、どちらもこれ、0っていう定数関数なので、これで、限定における、x に関する偏微分係数と y に関する偏微分係数は、どちらも0に等しくなります。それからあと、fx の xy ですね、この x に関する変動関数っていうのは、限定に近づけば0に近づく。それから、y に関する変動関数も限定に近づけば0に近づくということで、この x の変動関数と y に関する変動関数はどちらも限定において連続であります。で、これらの性質とですね、前回紹介しました定理4.7っていうのを使うと、この xy、fxy っていうのはこの限定においてまず全微分可能であるということが分かります。一応ちょっとこの上の性質からこれが導かれるっていうのは、一応定理のことをよく思い出さないとピンとこないと思いますので、これはちょっと皆さんで後で確実復習しておいてください。で、さらにですね、この fxy と fyx っていうこの2次の偏微分係数を考えるんですね。そうすると、fxy か。fxy、限定においてこの fxy っていう偏微分係数は0になるんですけど、fyx の偏微分係数の方は1になるということで、そのここで言いたいことは、その一般に高次の偏微分係数っていうのは存在しても、例えば xy の順に偏微分した場合と yx の場合に偏微分した場合で、値が等しいとは限らないんですね。また関数としても等しいとは限らないわけです。そこで、今日の最後の定理は、この fxy と fyx っていうこの高次の偏微分が等しくなるための十分条件を示します。で、それが教科書の140ページの定理4.10です。これは fxy について、まず点 AB のある近傍で、これら4つの変動関数が存在する場合。で、さらに、点 AB で、この xy の変動関数と、それから yx の変動関数がどちらも連続な場合ですね。この2つが満たされると、実は AB における xy の偏微分係数と yx による偏微分係数の両方が等しくなりますよっていうのが、この定理の主張です。で、注意していただきたいのは、ここの定理の過程では、この fxy と fyx がどちらも連続っていう仮定を入れましたけども、実際には fxy と fyx のどちらかが存在して連続ですと、この fxy の ab と fyx の ab が共に存在して等しいということも言えますので、注意しておいてください。で、定理が出たってことは、証明が出るってことで、ちょっと大変ですけど、頑張って最後やりましょう。証明のアプローチとしてはですね、今これアプローチここ書いてますね。デルタの HK っていうのをこんなふうに置きます。F の A プラス H と B プラス K マイナス F の A プラス HB と、こういう形で置くと。で、これが何に関わってくるかっていうと、実は極限、これを計算するとですね、この fxy の AB と fyx の AB の両方の微分係数に関わってくる式なんですけれども、で、これに対して、この h2 乗分のデルタの hh っていうのを2通りの方法で計算すると、実はこれが等しいですよってことを示すっていうのが、この証明の流れです。で、今回その2通りの方法って書いてますけど、1通りの方法だけここでは説明しておきます。で、これですね、ラージ FX として、これ F の X と B プラス K マイナス F の XB ってちょっと変わった形で置いておきます。そうすると、先ほどここに突然出てきましたデルタの HK っていうのが、こういう形で書き表すことができます。で、これ実は X に関する1変数関数と見なせるんですけれども、先ほど仮定からですね、この AB の近傍でこの F の X による偏微分が存在するので、このラージ F っていうのを考えると、これラージ F は X の1変数関数として、この X イコール A の近傍で微分可能であります。で、そこで
次に使うのが、一変数の平均値の定理というのがありました。さあ、皆さん一体どのぐらいの人が覚えてるでしょうか。忘れた人は今日打ち返って思い出してください。この一変数関数に対する平均値の定理というのを使うとですね、次のような形で表せるというんですね。0より大きくて1より小さい θ というのが存在して、この関数、つまり f の a プラス h と f の a の差っていうのが、a と a プラス h の間のどこかにおける f の変動関数の値かける h っていう形でこう表せると。これが微分の、一変数関数の微分に関する平均値の定理です。ので、忘れた人は後でチェックしておいてください。で、これなんですけれども、実際にはですね、こういう、元の fx を使うとこういう形の式でこう表すことができます。これはどうしてかっていうと、fx っていうのはこういう関数でした。ですので、f ダッシュ fx がこの上の関数でしたから、f ダッシュ x っていうのは単にこれを x で微分すればいいので、スモール fx の xb プラス k マイナス、これもただ単にスモール fx で変微分すればいいので、xb と、こういうふうに書けるわけですね。で、そこにこういう a プラス θh をこの x に代入したと、そういう形になっています。で、fxy は存在、今度は fxy ですね。この fxy という変微分が存在するので、今度はこの fx に対する平均値の定理によって、ある0と1の間の θ ダッシュが存在して、こういう式が成り立つと。で、これも、あんまり、自明ではないような気がするんですけれども、これはどういうふうにして出したかって言いますと、すみません、ちょっと一つ、ここで一箇所、すみません、この式の訂正なんですけど、この最後の式ですね、この最後の行の式は全体にスモール h がかかりますので、直しておいてください。すみません、スモール h 書き忘れましたね。ここにスモール h が入ります。で、これはですね、どういうふうに書けるかと言いますと、すみません、ちょっと今日はここまでですかね。ちょっとここで時間にが来ちゃいましたので、じゃあちょっとこの定理、また次回改めて復習がてら紹介したいと思います。というわけで、すみません、ちょっと後ろの方が切れてしまいましたけれども、あとは、もしよかったらですね、ここの定理の証明、ちょっと皆さんで確認しておいてください。で、それからと、もう一通りの方法っていうのは、一応教科書ではですね、X と Y の役割を入れ替えて同様にして、ほにゃほにゃが分かるって書いてるんですけれども、大体最初からそれを自分で全部やるのも大変でしょうから、一応この X と Y を入れ替えたバージョンというのもこのスライドには書いておきました。ただし、この授業では多分説明しないと思うので、先ほどの今の説明を元に X を Y に置き換えて、ちょっと自分で読んでみてください。自分で読んでみるというのも大事です。で、もし分からなかったら、来週また説明します。はい。これはまた、じゃあ、また後ですね。はい、やりましょう。ということで、すみません、ちょっと時間がなくなってきたので、今日はこのぐらいしたいと思いますけれども、一応今日は全微分の復習と補足をやりまして、それから合成関数の微分と、それからの高次変動関数に関して説明をしました。で、次回は今日残した高次変動関数のところを説明のを、第4.3節のですね、テイラーの定理と、それから極値の話に進んでいきたいと思います。というわけで、必要な人はですね、前の方も予習してきてください。それでは、これで今日の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。